大久保二丁目交差点一ヶ谷柳町交差点で停止する車両を減らすための信号機。現在は撤去されている。東京都道433号神楽坂公園寺線は東京都新宿区から中野区を経て杉並区に至る特例都道である。東京都道25号飯田橋石寺新座線と東京都道318号環状7号線を結ぶ。 起点から若松町交差点を経て、市川終点の抜け弁天交差点までは、東京都市計画道路放射台25号線である。放射台25号線として、拡幅事業中である。両方向とも、市ヶ谷柳町交差点へ向かう手前100、数十メートル離れた場所に、交差点でもないのに、片側車線のみの信号機が設置されていた。これは、大気汚染を防ぐ目的で、 谷底に位置する市ヶ谷柳町交差点で停止する自動車を減らすために1960年代に設置された稀な信号機であった。2015年9月中にこの信号は廃止され、翌月には撤去された。起点である神楽坂交差点の先の筑戸八幡交差点から東に分かれて新小川町二丁目へ延伸し、東京都道434号。 牛込小石川線と結ぶ予定。2006年度から事業着手した。文京区側の整備は神田川を渡る新し高吉橋を含めて完了し、2007年9月30日から共用を開始している。ありがとうございます。